ジョージョンストーンは、アメリカの VFX アーティスト、映画監督。本名は、ジョゼフ・エグルストン・ジョンストン3世。テキサス州フォートワースで生まれ、南カリフォルニア大学で、映画制作を学ぶ。イルムの創設時からのメンバーで、スター・ウォーズ・エピソード4、新たなる希望で特殊効果に参加し、映画界入りした。新たなる希望では、カメオ出演もしており、 エススターのドッキングベイ付近で活動するスペーストルーパーとスーパーレーザーのシャフトで完成を行う報酬の2役を演じている。スター・ウォーズエピソード5、帝国の逆襲、スター・ウォーズエピソード6、ジェダイの期間では視覚効果、アートディレクターに昇格。1981年、レーダース、失われたアークでアカデミー賞の視覚効果賞を受賞した。 1989年、ミクロキッズで映画監督デビューを果たす。その後は、ジュマンジ、ジュラシックパーク3など映画監督として順調にキャリアを重ねている。ありがとうございます。